ちはシーナモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはハーレーダビッドソン FXSB ソフテールブレイクアウトですね。こちらねレッドマイカに決まった車両となっております。非常にですねコンディションのいい1台です。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、ブレイクアウトといえばですねこのフロント周りですね、ヘッドライト LED のヘッドライトにですね、ハーレーらしい、フロントフォーク極太のフロントフォークですね、このフォークによってですね車重、そういったものをね、支えたりですねまた路面のですね衝撃をね、吸収したりしております。オイル漏れオイルにじみそういったものもございませんでね非常に、コンディションのいい1台ですね。はい、そしてフロントフェンダーですね、マイカですねこれね非常にね、塗料非常に輝いておりますね。飛び石、割れそういったものもございません。そしてねフロントのねホイールですね足回りです、ハーレー、ブレイクアウトといえばですねこのねタービンホイールです。大きな曲がりやガリ傷、塗装剥がれですね、そういったものもねございません。ブレーキはねシングルディスクですね、装着しております。はい、そしてですねサイドもあってエンジンです。V ツインのね空冷のエンジンですね、ヘッドからのオイル漏れオイルにじみ、燃料漏れそういったものもね見受けられません。そしてねステップですねこちらもオリジナルのものを採用しております。もちろんですがね曲がりや削れそういったものもございません。そしてねこちらの車両のマフラーです。バンス&ハインツ感ですね、音が非常に楽しみです。後ほどご紹介したいと思います。はい、はい、そしてねリア足回りですね。はい、フロント同様ねタービンホイール、大きな曲がりや削れそういったものもございません。スイングアームもね、大きな塗装剥がれ、錆腐色そういったものもね出ておりませんね。はい、それではねリア周りご紹介します。どうでしょうこのねホイールとタイヤ極太です。ブレイクアウトらしいリアビューですね。はい、では反対回って反対の足回りですね、ベルト駆動ですねベルトスプロケこちらが装着されております。はい、シートです。フロントシートタンデムシートともにね、大きな破れ気ではありません。 CC バー、こちらも装着されております。はい、そしてタンクですね。はい、ボディカラー、と同じレッドマイカーのね、タンクとなっております。大きなへこみ、傷そういったものも見受けられません。それではねタンク内ご紹介します。はい、タンク内です。はい、大きな錆腐色ありませんね。はい、ではエンジン始動といきたいと思います。でしたでしょうか。はい、そしてですね今、アラームが鳴りましたがセキュリティもしっかりと装着されております。ハーレーダビッドソンブレイクアウトですね非常にサウンドもそしてね、トルクもあって乗り心地のいい1台だと思います。お探しの方お問い合わせをお待ちしております。